はい、今回は2021年センター数1数 A の問題を説明します。 C を正の接とすると F2 乗と 2X 乗プラス 4C マイナス 3X プラス 2C 乗マイナス C イコール6マイナス 9G イコール0。 これ C イコール1の時因数分解すると X の解はいくらですかというみたいな。 C が1やからこれは 2X 乗プラス X が マイナス10イコール0が 2X イコール X やな。ここはこうなんだ。 X マイナス2になるか。マイナス10でマイナス 4X こうやってイコール0。 X はマイナス2の方が2ってことかな。次 C が2の時1の解はどうだ。 C が2やから 2X 乗8プラス 5X だな。2やから 8から13引いてるな。でこれマイナス5かイコール0。 X は、4分だよな。マイナス5プラスマイナス5引くと25プラス40かな。これは、マイナス5プラスマイナス5と65やな。どうなりますか、ね。で大きい方の解というのはプラスの解やな。アルファはマイナス5プラスルート654分の5なのかな。でアルファ分の方はどうなるかと。アルファ分の方やからマイナス5プラス65分の上が4かける5やな。5で、これは、ルート65プラス5をかけてるな。で上にも、ルート65プラス5をかけてこれ整理するとね、どうなるかっていうと、2分の5プラスルート。2分の5プラスルート65でもいいな。これが、空径交差な。で、この値、R R の5。2分の5プラスルート65がこれが N、 これは N プラス、この M の値を求めようということよね。 M の値ね。で65が64の大きいグループで81.5小さいな。これは、5プラス64って言ったらプラス8、2分の8な。これは 6.5 やな。 6.5 これよりも、これが64やからな。64からこれだから、2分の5プラスルート65は、これは、6.5 よりも大きくで、9やな。これ9。9としたら、5プラス9を2で割ったら、7やな。こうなんだな。7よりも小さい。7よりも小さいから、これ M は、5とか6とか入れてってるな。M は、7やったらおかしいな。7やったら、これは7より大きい。だから6、M に6入れたら、6と7の間やから。答えは N イコール6ということで。